はい、藤岡の、あ、豊田市ですかね。はい、豊田市の北野天満宮に来ました。梅がすごい綺麗なんですよね。こんな感じです。ちょっと今日残念ながら雨なんですけど、しだれ梅がすごいいい感じになってますね。へえ、ここは梅が綺麗ですね。参道を歩いて、あ、書いてありますね。北の梅園です。絵馬もなんか見えますね。ちょっと咲いてないのもありますけど、あ、この辺も結構綺麗ですね。白い花も見えます。これ雨も雫が結構ついて結構綺麗ですね。この辺とかすごい綺麗じゃないでしょうか。これはこれで味があります。こんな感じですね。絵馬が描けてありますけど、梅も歴史があるのかな。素晴らしいですね。こんなスポットがあるんですね。雨の梅もいい感じですね。鳥居を絡めた写真を撮ったりとか、あと雨の雫の感じを撮りたいですね。そしてあそこら辺は背景の暗さをちょっと利用して、梅を引き立たせてみたいと思います。そんな撮り方ができるんじゃないでしょうか。ではそういう感じで撮ってみたいと思います。